佐賀県唐津市を拠点とした、3人制プロバスケットボールチーム唐津レオブラックスのキャプテン原信也です。コロナの影響でですね、家にこもりきりの子どもたちもいると思うので、家でできる簡単な、ハンドリングの練習を教えたいと思うので、ぜひ試してみてください。はい、まずはですね、ボール一つを使ったハンドリングをしたいと思います。でですね、まずはですね、クロスしてボールを持つんですけど、これをですね入れ替えます。上と下を入れ替える、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 入れ替えるというこう形ですね。はい、でですね、これが簡単にできた人はですね、空中で両手を入れ替える、これも同じですね、上下入れ替わってるんですけど、両手が外れて入れ替えるというで今の練習はですね、パスのキャッチだったり、ドリブル の練習につながるので、みんなぜひやってみてください。はい、で次はですね、ちょっと難しいんですけども、ボールをまず空中で回転させたやつを手首でキャッチして体を回していくという、この投げるのにもちょっとコツがありまして、バスケットボールでこう縦のラインがこうあるんですけど、これをですね上手にまず横に1回回すっていうのもポイントになります。でこれを上手に回して腕に乗せる、腕に乗せるですね。最初はですね難しいと思うので、一回一回キャッチしてですねやっていくと上手になっていくと思うんですけど、これが上手くなってくると止まらずに連続でできるようになると思います。コロナの影響で、今できることがすごく限られていると思うんですけども、必ず今できることもあると思うので、それを見つけて頑張ってくれればなと思います。で、僕たちの試合もですね5月の23日に開幕予定なんですけども、開幕戦はもし実施できたら唐津でもあるので、ぜひ応援に来てください。よろしくお願いします。